皆さんこんにちは。 CNFT コミュニティインアジア、コミュニティのホープです。このチャンネルでは CNFT カルダノというブロックチェーン上の NFT についての情報を一から皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいと思っています。前回の動画ではカルダノや CNFT とは何かについてお話ししました。今日はカルダノのブロックチェーン上の NFT やトークンを扱うために必要なカルダノ対応ウォレットの作り方、使い方を皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回は現在主流になってきている2つのウォレット、エターナルとフリントウォレットの作り方、使い方についてお話していきます。フリントウォレットは携帯から NFT のミントサイトに接続することもできます。この機能についてはドキュメントで別途詳しくご説明します。それでは行きましょう。まずはエターナルウォレットの作成と使用方法についてです。 Google Chrome を開いて検索窓に eternal.io と打ち込みます。ウォレットをダウンロードする際は必ずインプットアウトプット HK の公式サイトなどでアドレスを確認してから打ち込むようにしてください。偽のリンクでウォレットを作ってしまうとあなたの資金が危険にさらされる可能性があります。サイトが開いたら左上のアッドウォレットを押します。その後真ん中の左上のクリエイトウォレットをクリックします。ここのウォレットネームの欄に自分のウォレットの名前を付けます。こちらは自分の分かりやすい好きな名前で付けてもらって構いません。そうしたらその下のところにパスワードを打ち込みます。このパスワードは12文字以上で、パスワードを忘れてしまうと資金を取り出せなくなることもあるので紙などに書き留めて絶対になくさないように保管してください。パスワードの確認ができたらセーブボタンを押します。この画面では作るウォレットの数を書きます。ここでは一つのウォレットを作ります。次の画面では注意画面が出てきます。ここから先は周りに人がいない環境で進めてください。これから出てくる24の単語を正しく書き留めて絶対になくさないように保管してください。またスクリーンショットなどパソコンには保管しないでください。この単語を人に知られてしまうと他の人があなたのウォレットを他のパソコンで使えてしまいます。またこの単語をなくしてしまうとパソコンを買い替えたりパソコンがダウンしてしまった時などにウォレットを復元できず全資産を失う危険性もあります。24個出てきた単語を番号の順番に紙に書き留めます。また次に確認用に一つ一つ単語を順番に入れていきます。書き入れたらコンティニューボタンを押します。これでウォレットの完成です。それではここで取引所から自分のウォレットに資産を送ってみましょう。このレシーブというボタンが自分の受け取りアドレスを表示するためのボタンです。ここに自分の受け取りアドレスが出るのでコピーボタンを押します。取引所のウォレットの送信欄にコピーしたアドレスを貼り付けて必ずカルダノネットワークを選択して送金をします。送信をし終わるとアカウントのファンドのところに自分の資金が反映されます。そしてここのトークンリストというところに買った NFT などのトークンの情報が出てきます。このように表示されます。トランザクションというのは NFT を買ったり、また誰かにエイダを送信したり、逆に送信してもらった時に今までどのようなトランザクションがなされたのかを確認することができます。こちらが送金をしたい時のためのタブです。このタブは自分が誰かにエイダや NFT を送りたい時に使用します。この欄に送りたい人のアドレスを入れて NEXT ボタンを押します。こちらに送りたい額を入れて NEXT ボタンを押します。最後にこちらに自分の控えておいたパスワードを入れます。サインを押します。こちらで3エイダが送られたという記憶がトランザクションに記録されました。次に NFT の送り方についても説明します。センドを押して NFT を送りたい人のアドレスをここに入れます。 NEXT を押します。そして下のアッドトークンを押して送りたい NFT を選んでアッドを押します。カルダノの場合は NFT と一緒に必ず少量のエイダを送る必要があります。こちらに書いてあるエイダはそのままにして NEXT を押します。最後に自分のパスワードを入れると送信ができます。これ以外にもたくさんの機能がエターナルウォレットは持っていますが、その他の機能については次の機会にまたお話ししたいと思います。それでは次にフリントウォレットの作り方、使い方についてお話しします。 Chrome を開いて公式サイトフリントウォレット .com を打ち込みます。そして
ダウンロードプリントボタンを打ち込みます。フォアブラウザを選択して Add to Chrome を選びます。拡張機能を追加を承認し開始します。言語を選択して利用規約に同意をします。メインネットを選択して新しいウォレットを作成します。この時点で周囲に人がいないのを確認して15のワードを書き留めます。書き留め終わったら保管しましたを押してください。この復元フレーズについての扱いはエターナルの時と同様です。次に単語を正しい順番に並べます。ウォレットパスワードを設定します。こちらについても必ず書き留めて忘れないようにし、ウォレットを作成するを押します。完了を押してクロムの上部の拡張機能欄を見てもらえるとウォレットができていることが確認できます。使い方についてはほぼエターナルと同じですが、質問がある場合はコメント欄にコメントをお願いします。さあ今回はカルダノに対応したウォレットの作り方についてお話をしていきました。ご視聴ありがとうございました。次回は実際にカルダノの NFT を買うための準備編をお送りします。